のゲニですよね。さすがですね。オルタナチャンネルの内藤さんに向けて、こちらの ZARA の柄物ジャケットの着回し方だったりとか、どのようにコーディネートしていけばいいのかってことをご紹介していきたいと思います。ですので、ビデオメッセージでございます。では早速、行ってみよう。はい、ということで内藤さんに向けて、ZARA のジャケットのコーディネート方法や着回し方をご紹介していきたいと思います。で、何それと何を現地言ってるのっていう方に向けてご説明するんですが、先日内藤さんが個人でやられているチャンネル内藤ブログの方で ZARA で4万円分購入してみたっていう動画を上げてたんですね。で、そちらの動画を拝見してこのジャケットを買ってたんですよ。で、ものすごくこのジャケットかっこいいなと思って先日 ZARA 行ってこちらのジャケットを僕も全く同じのをね購入したんですよね。で、今回かなりおこがましいんですけども、まあ、僕なりに内藤さんに向けて、こちらのジャケットこう使うことがおすすめですよってことをご紹介していきたいと思います。で、さらに内藤さんはこちらの動画でもドクターマッチン購入してるんですけども、まあ、僕の動画を参考にしてくれていたりとか、あとはコラボさせていただいた時とか結構いろいろウームで会う時が多いんですけども、まあ、その際の結構洋服の、お話をするので、まあ、今回、まあ、ビデオメッセージという形ですごくね方法が斬新なんですがご紹介していきたいと思います。で、もちろん内藤さん以外にも見てくださっている方たくさんいると思いますので、今の時期こういった柄物だったりとかものすごく派手なものはどうやって使っていくべきなのかってことを少しでもね参考にしていただければ幸いでございます。ということで早速着ていきましょう。せーの。はい、ということで着ました。いかがでしょうか。ものすごくね派手ですよね。後ろの部分とかもで、今回ご紹介するんですが、まあ、これが絶対正しいっていう合わせ方ではございません。内藤さんの動画でも堂本剛さんがすごく昔は好きで、まあ、その雰囲気が楽しめるからちょっとね派手なものが好きなんだって言ってました。なのでその考えでいけばどんどん研ぎ澄まさせた堂本剛さんに寄せた着こなし方をするのがいいと思うんですけども、まあ、普段使いでするならばとか、あとは、まあ、現時代に購入するならばどうすればいいのかってことをご紹介していきたいと思います。で、純粋にアイテムを近くで見ていただきましょう。どうでしょうか。近くで見るともっとさらにきめ細かなデザインがされてますよね。で、右の方はちょっとこう落ち着いてるんだけど、左はもうすごいよね。こっちとこっち。で、こちらは1月2日に購入してセール価格で6900円になっておりました。いかがでしょうか。で、今回のこちらのジャケットの特徴なんですが、とにかく印象が偏ってるんですね。内藤さんがこちらを成人賞だったりとか、まあ、動画上で着るのはすごくいいと思うんですけども、じゃあこれをね外で着ていく時、まあその動画でも言ってたと思うんですけども、コンビニ行く時はちょっとこう恥ずかしいなとか言ってたと思うんですけども、やっぱ派手なんですよね。ですので、まあ、それを考えるとどんどんこの印象を、まあ、カジュアルなものだったり可愛さのあるものと、合わせていくことがとっても重要でございます。なので、まあ、今白ニットを合わせてるんですけども、こういった白ニットもすごくいい例ですよね。内藤さんの動画では黒い V ネックのシャツと合わせてたんですよ。そうするとさらにきれいめに寄ってっちゃって印象が偏ってしまうので、そうするとおしゃれだなとは思われにくい、コーディネートになってしまうので、まあ、こういったクルーネックの印象が柔らかい、アイテムと合わせることがすごく重要になってきます。とか、あとは今黒スキニーを履いてるんですけども、黒スキニーとの相性も正直あんまり良くないかなと思ってて、まあ、成人賞ならいいんですよ。すごくこれでパフォーマンス今すぐにもしそうな勢いのコーディネートなんですけども、まあ、普段使いでするとすれば僕だったら中和したいので、このようにワイドパンツと合わせるかなと思いますね。で、ワイドパンツと合わせることによってすごくステージ衣装感が、なくなったかなと思います。で、さらにこちらの白ニットなんですけども、白ニットでもなんかちょっとまだほんのりヤンキーな感じがまだまだ増してきちゃってると思うので、そこにさらに中和させるためには、はい、ということでグレーのスウェットと着替えました。で、まあ、そうすることによって結構スウェットって、まあ、部屋の中で着る印象が強いので、まあ、そういったものと掛け合わせることによって柄物のジャケットの、印象を中和してみました。いかがでしょうか。はい、まあ、今ちょっとだけロールアップしたんですけども、こういったようにくるぶしで、白を見せることもちょっと重要かなと思いますね。まあ、そうすることによって足元だけ見たらすごく可愛らしくないですか。で、可愛らしいんだけどもこういったジャケットを着てるっていうギャップが演出できたりとかで、すごくロールアップすることも大事かなと思います。はい、で、ロールアップについてはこちらの動画をご覧ください。はい、ということは先ほどまで、ワイドパンツを合わせたんですけども、テーパードパンツを合わせました。で、そうすることによって先ほどまでちょっとヤンキーな感じがしたと思うんですけども、テーパードパンツを合わせることによってすごくね可愛らしい雰囲気を作ってて、さらに中に着丈の長いニットを合わせることによって、まあ、可愛さも演出して、どんどんこの、ジャケットの、印象を中和に図っております。はい、はい、とか、あとはこういった、女性でも持ちそうな可愛らしさのあるショートバッグを出すのがいいのかなと思います。で、こっちは本来だったらギーズっていう友達の ZARA をやってるブランドのアイテムなんですけども、柄物の中にこういったロゴがこう、目立ってしまうと、すごくねめちゃくちゃかっこいいロゴなんですけども、ちょっとねこれ不釣り合いかなと思ったんで、今回だけはちょっと、隠して、このように、コーディネートするのがいいのかなと思います。とかあとは斜め掛けしないんでこう肩にかけるだけでも、可愛いと思うし、でここで重要なのがこの結構この白い靴下が見えることがものすごく重要ですね。でなんですけども、さすがに今の時期じゃこれじゃ寒いじゃないですか。で今は春を想定してご紹介したんですけども、この時期、めちゃくちゃ寒い時期これ着れないのっていうことなんですが、全然着れちゃいます。というのも今アウターかなりぐんぐんときていて、コートの中にさらに丈の短い、アウターを合わせるっていうのがここ最近すごい流行ってきてまして、それに合わせると配慮で先ほどのね ZARA のジャケットの上にリドムのオーバーコートを着ました。このようにゆるっとした、オーバーコートの下に着ることができますので、よかったら合わせてみてください。でこのジャケットを、その動画では、冬は使えないかなって言ってたと思うんですけども、冬でもこれオーバーコートだったりとかコートの下に合わせれば使えちゃうので、よかったら試してみてください。今の時期かなり寒いと思いますので、こういったフードを足すとさらに可愛さだったりとか暖かさもプラスされて、こういったこのジャケットの印象を中和してくれるんじゃないかなと思います。近くで見るとこのような感じとなっております。いかがでしょうか。なのでこのジャケットがなかったら、基本的な王道のコーディネートで、すごく悪く言うのであればよく見るコーディネートなんですけども、このジャケット中に1枚足すことによってこのジャケットを買った人にしかできないコーディネートができるので、その分で内藤さんものすごくいい買い物したかなと思います。という本日は内藤さんに向けてこちらのジャケットの使い方をご紹介しました。ですので、内藤さんはもちろんのこと、こういったジャケット、近しいジャケット欲しいんだとか、もうすでに持ってるんだとか、これから買う予定があるんだって方は今回の動画参考にしてみてください。ということで、かなりねおこがましい、動画ではあったんですけども、僕なりにこちらのジャケットどう着回すのかってことをご紹介しました。じゃあこちらの動画参考になったという方はぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。で現在 YouTube 以外でも SNS やってますので、下の概要欄から、ぜひ覗いてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。以上現状の動画でした。ありがとうございました。